に短期免許で日本に来日し G1 を2勝できず、来季以降の短期免許が絶望的になったモレーラ騎手。そのモレーラ騎手が札幌で行われるワールドオールスタージョッキーズに出場、総合で5位以内に入れば短期免許が取得できると話題になっているようです。それに対しての競馬民の反応を見てみましょう。モレイラルールで来年の短期免許取得へ。第1戦 A ゴーティアスマナー、ファシルと並んで実力最上位。第2戦 D ルージュアルル、今回 B の甘えに先着した実績もある馬。第3戦 B サムハンター。第4戦 C エゾダイモン、安城調教家、実質 B はある。ワールドオールスタージョッキーズで明らかに忖度されている模様。5の14だっけ。そうですね。今年5位までになったら2024、2025まで免許が取れる。3位以内でよくない？5位は緩すぎやろ。3位だろうが5位だろうが、これから毎年ワールドオールスタージョッキーズに呼ぶから関係ないぞ。モレイラ通せばよかっただけなのにな。基本的に1勝したら4位以内はほぼ確定。もう他3つはどうでもよくて、コーティアスマナーで勝てば短期免許ゲットと言っていい。こんなもん柔道のルーレットくらい予測できることだな。あまりにもできレース。もうくだらないルール廃止すればいいだけ。一度短期免許を取ったら日本の厩舎から要請があれば、いつでも日本で乗れるようにすればいい。現場がモレイラを必要としてるんだから呼べばいいだけなんだわ。JRA の頭の硬さには困ったもんだわ。一勝すらええねん。短期免許の交付ルールが明らかにモレイラのために名の草生える。4レースで合計40点くらい取れればほぼ確定だから、G1 を2勝よりははるかに簡単だよな。毎年ゴリ押しでワールドオールスタージョッキーズ出てる竹みたいなものだし、多少はね、JRA が個別に認めればいいじゃん。もう日本人下手くそか、騎手がぬくぬくしてる方が問題。モレイラルールだろうが来てくれれば OK。 こんなの現場からの要望で JRA が動いてるのは丸わかりだろ。こんな回りくどいことせずにもう通年認めろよ。堀が変なことしなきゃ G1 を2勝で普通に来れただろうに。堀以外の厩舎は依頼しなかったんかね。なんか乗せる馬ないけど身元引き受けだからシャーなしで乗せてる感あったが、日本語話せなくたって酒飲んで人殴らないし車でババない走らないし、ええやん。モレイラ合格で。女さんとモレイラ以外全員短期条件クリアしてるよなこれ。レイチクとカールオーストラリアだけちょっとわからん。こんな引退詐欺かました傷もの呼ぶためにルールいじるとか、 JRA にどんだけ強烈な圧力かけたんだよ。意外とジョッキー側からの意見で外国人入れんなって声でもあるんじゃないかと思うわ。どんどん勝てないジョッキーは淘汰されればいい。現役騎手からすれば自分が不利になるだけなんだから、もっと外国人騎手が JRA で活躍してほしい。勝てない日本人騎手は淘汰されたらいいとかいうやつは少ないよ。もう合格でええやんけ。勝ちに来る外人だしな。日本人騎手が頑張って G1 勝たせないように進路締めたのにね。2年1回でワールドオールスタージョッキーズを5着以内で A 級に来れるのか。モレイラキラーのサメカツ呼んでこい。ビクトリアマイルで妨害してまで勝たせなかった意味ないやん。なんでこんなにおもてなしのごとく大歓迎しているのに通年免許で落としたのか。バカだから全然できなかったよってマスコミの前でベラベラ喋っちゃった。それでもトースト高をくくってたんじゃないの。まず日本語話せないとダメってのがほんと島国。何のために通訳という職業があるのか21世紀になってもわからないのか。日本人のメジャーリーガーにも英語力テストするべきだよな。大相撲の外国人力士の特に幕内力士はインタビューで全員日本語を話しているぞ。話し方もルメールより全員うまい。通年取ると制裁祭りになるタイプだと思うわ。要は昔のデムーロ。モレイラルール作るくらいなら通年免許認めればよかっただろ。なんでわざわざ通年落としてこんな優遇してるんだよ。来てほしいのか来てほしくないのか態度をはっきりしろよ。学科試験があまりに荒れすぎて通年では合格できそうにないから、モレイラルールで救済しようとしたんだろう。それでも5位以内に入れないとどうしようもないけど。英語のペーパー試験ですら白紙で出すんだから日本語以前の問題。引退公用で日本に来たはずなのに、やっぱこの国ちょろいわって思ったんだろうな。いつ引退するんだよ。来なくていいよ。他の機種の安全面を考えろ。俺も来なくてよいは。海外の助っ人勝たせるより若手にくら回して乗せてやれや。モレイラ来たら一番困るのはルメールだろ。ワールドオールスタージョッキーズの成績で与えるは良いにしても5位以内が緩すぎるわな。どれか1レースでも1着取れればほぼ5位以内確定だしね。地方騎手も5位以内に入ったら好きな時に依頼できるようにしろよ。単純に短期の成績で継続でええんちゃうのって気がする。ババと同じで日本に合う合わないは大きいし、さすがに G1 勝利の条件はお断りするための建前すぎる。こんな特例作るぐらいなら通年免許与えとけばよかったのに、変なメンツにこだわって落とした意味わからんわ。どうせ通訳かませるんだから馬乗りの技術の方優先するべきだろ。
モレイラの G1 をあと1勝防ぐために騎手が頑張ったのに JR8 来たら、どうせ G1 勝てるからとオークス州にブラジル戻るとか舐めたことするから、レインルール、モレイラルール、大歓迎だね。うまいやつは優遇すりゃいいよ。アウディで芝走ったやつの免許譲ってやれよ。日本で通算100勝以上した外人騎手は1年間3ヶ月の短期免許を毎年付与する。モレイラ救済ならこれでいいじゃん。通年取ると馬の負担考えて乗らないとならないけど、短期なら壊れてもいいくらい追いっぱなしにできる。だから短期の方がうまい。毎週マジックマンみたいにゃ。それについては受かるようにちゃんと勉強しとけばいいのに、ナメプで受験して落ち、もう受けてすらないモレイラサイドに問題があるから、英語の筆記すら白紙で出すやつに通年合格は論外として、それとは別にモレイラがレースにいると無駄に位置取り争いが激しくなって馬券が読みづらくなるんだよな。今回は以上です。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。